皆さんこんにちは。なるほど点です。今日も相当タイディ3D で遊んでいきます。よろしくお願いします。さあ、レベル180に行ってみましょう。さあ、ちょっと乾燥肌になっちゃう。なるほど、お肌がカピカピですよ。カピカピカピルンルンですよ。白、白、ああ、いや、ちょっと待って、なんか色が似てるお馬さんが多いですね。お、ちょっとこっちで行きますか。ああ、出しちゃった、間違って、間違って出しちゃった。しょうがない、ウサちゃん。これはなんか若干違う気が。お、これでいけるでしょ、白馬ちゃんで。いやー、スマホのあれなんですよね、充電の減りが早いんですよね、最近。どうしたらいいですかね。なんかあまり充電しすぎるのもなんかあまり良くない気もするんですけど、もう3年使ってるから、バッテリーが寿命なんでしょうか。そう言われると寿命な感じもしますけど。お、白白がある。はい。この後はない。よし。パンダちゃん。これもなんか色が若干違う。人形ちゃんも違うでしょ。黄色ちゃん、ピンククマちゃん。柄違うでしょ。厳しいですね、これは。なんか出さないといけない。じゃあ、ウサちゃん、はい。似てるけど違う。はい。出ない。どうしますかね。出ないともうアウトですけど。こんなに、ニコニコなんて。あ、ちょっと待って、いた。やった。この後ろでいいかちょっと悩みますけど。まあ、行きますか。おー、オープン。ありがとうございます。こっちでちょっと壊したい。ちょっと待って。こっちで壊しますか。そしたら、この柄、この柄違うの？まさか。まあいいですか。大間ちゃんでいきましょう。これとこれが同じで、あ、これが同じだった。さあ、これ出しておいて。はい、人形ちゃん。色が微妙に似てて。お、でもいけそう。はい。で、馬、超馬ちゃん。馬ちゃん消して、あ、パンダちゃん、どっかにいた、ここにいた。はい。で、ウサちゃんがいけるはず。よし。この裏は、これが一緒？で、マトリョーシカちゃんがこうで、はい、よし、いい感じですね。はい、赤人形ちゃんで、こうでしょ。で、紫、さあ、プロスピさんと CM です。いや、やっぱタイディさんですよね。最初の攻防が面白いですね。中盤抜けるともうクリアほぼ確定してるようなもんですから、よほどミスらない限りは。さあ、こうして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 、こう。さあ、ありがとうございます。ということで、今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。